卓球の西野風子です。今日はバックハンドについて紹介します。まずバックハンドのポイントは前傾姿勢をすることです。あとは肘が上がらないことですね。あとは相手を見たときに自分のラケットも視界に入るぐらいのところがいいです。で、バックを打つときによくあるのが肘が伸びてしまったり上がってしまったりすることですね。これを防ぐためにラケットの最初の置く場所を、視界に入れることで空間で打ちやすくなります。で、力入ってる人は肩がこう力入ってしまって肘が上がるので、肘を下げると肩に力が入らなくなると思います。そう、前傾姿勢をするんですけど、体がまっすぐだとバックスイング取った後にのけぞってしまうので、前傾姿勢をしてこの空間で打つような感じで、で、内割りもこの前傾姿勢が保てるようにお腹を少しへっこめるイメージです。で、ラリーをするときによく詰まってしまったりこう伸びてしまったりする人はちょっと台から近い人が多いですね。と、台との距離は相手のラケットを見て、相手のラケットを見たまま自分の台の端から端が視界に入るところがいいです。で、よくあるのが近すぎると、こう近くなってしまうと自分の台の端から端が見えないので、こうバウンドしてからが見えないです。バウンドするまでが早いので、バウンドしたところで自分のこの空間で打つイメージ。フリーハンドは自分のラケットよりも前に来るように、これも空間で打つためです。この自分の前傾姿勢の空間で打つためですね。これ後ろに下がってしまうと肘、肩が引けてしまってもう体が開いてしまう、のけぞりやすくなるので、ラケットよりも前に、フリーハンドはラケットよりも前にしてバックスイングを取りやすくします。下回転は今言ったバックと、ここ一緒なんですけど、下回転ってボールが下に落ちていくので、ボールの下にラケットを合わすのではなくて膝で合わせます。ボールの下に膝が入って、で、バックスイングは上回転と一緒で自分側に手首で引いてきます。で、打つ瞬間に、これも上回転、上に行きやすいので、できるだけバックスイング後ろに取ったら、自分側に手首で取ったら、前に持っていきます。で、この時に膝がボールの下に最初入るので、膝を使う感じで打てるようにすると、前に振りやすいかなと思います。